はい、アロです。オドランです。はい。今回はですね、まあ、ちょっと写真の話を、まあ、しようかなと、思います。はい。まあ、ただま、僕の話なんで、写真の話って言っても、そんなね、奥の深いような、まあ、話はちょっとできないんで、ほんまにね、ちょっともういつものように、こう、ラジオ感覚で、ほんまにね、ちょっとこう、さらっとこう聞き流すぐらいの程度で、まあ、聞いていただけたらありがたいかなと、思います。はい。で、まあ、野鳥撮影を、まあ、するようになって、どれぐらいかな ?6 年ぐらい。5年、6年ぐらい、まあ、なるんですけど、その中でね、まあ、自分自身は、ボディよりも、レンズをこう、追っかけてきた。まあ、スタイルにまあなってまして、で、まあ、レンズを、こう、徐々に、こう、自分の中で思う、こう、グレードアップをね、こう、まあ、していったつもりではおるんですけど、レンズをね、こう、グレードアップ、まあ、させていくと、写真自体も、グレードアップをやっぱさしたいんですよね。はい。機材を買って、まあ、満足、まあ、してるんじゃなくて、その、まあ、グレードアップした機材で、いい写真を撮りたいと。自分の思ういい写真を撮りたいと。まあ、まあ、衝動に駆られると言いますか、やっぱそっちをこうちょっとね、やっぱり、もちろんこう目指していくわけなんですけど、まあ、残念ながらね、自分の腕はまあ、そんなに、まあ、上がることなくですね、写真自体は、やっぱり、まあ、レンズを、まあ、変えていくと、写真自体はちょっとこう、テイストがね、ちょっとまあ、変わった写真がまあ、撮れていくんで、自分がね、こう、上手くなったと勘違い、まあ、する部分も、まあ、多々あるんですけどね。はい。まあ、自分がね、上手くなったわけではなくて、まあ、レンズをまあ、グレードアップさせていって、まあ、写真に変化がまあ、出てきたと。いうので、自分なりにね、こだわる部分もやっぱちょっと出てきまして、はい。それは、ピントなんですよね。ピント。レンズをこうグレードアップさせていくと、まあさっきも言ったように写真のテイストが変わっていって、多少ね、やっぱりちょっとこう自分なりに勘違いする部分とかも出てくるんですけどね、うまくなったと勘違いする部分もやっぱり出てくるんですけど、まあそうじゃなくて、自分がまあ自覚してる中でね、自分が自覚をちゃんとした中で、これをこだわっていこうっていう部分が、やっぱりピントやなっていう風に、最近ちょっとまあ、気づいたというか、より思うようにちょっとなってきたんで、まあ今回動画にしました。だからブレか、ピン山かっていうと、ブレの方が僕は許容範囲に入るんかなって感じ。まあ前にね、ブレの許容範囲とか、まあ、ピントの許容範囲とか、こうね、2種類の動画を、まあ、ちょっと出したんですけど、その中で僕は、やっぱ、こだわりつつあるのは、やっぱり、その、ビブレよりも、まあ、ピントかなっていう感じ。ビブレは多少許せても、その、躍動感とか、そっち系でね、まあ、多少ずれ出ても、こう、動きのあるような、まあ、写真にね、まあ、なることもあるんで、だからビブレよりも、やっぱり、ピン山の方が、自分の中ではちょっと、まあ、NG っていうか、こう、こだわってる部分なのかなと。より、やっぱり、こう、ガチピンを目指して、最近ちょっと写真を撮ってるなっていう、感じが、します。はい。まあ、ただこれはね、人それぞれなんで、僕がそれをまあこだわって写真、まあそういう写真を撮りたいと思ってこだわってまあ楽しんでることなんで、ガチピンじゃないとあかんっていう話じゃないんでね、それは。はい。甘いピントでも、すごい写真はすごい写真もあるでしょうし、いい写真はいい写真であると思うんで、僕がやっぱ目指して、楽しんでいってる方向は、やっぱよりこうピントを追い込めるか。はい。前にね、その、前回の動画でもね、やっぱこう Z50 の描写力の話もやっぱしましたけど、そこをやっぱりね、よりやっぱこうピントが来た時に上がってくる絵がおってなったら、より楽しくなるというか。はい。それをね、ほんまにちょっと気づいたんで、まあ今回、はい、そんな感じで、まあ動画にしてみました。はい。まあ皆さんはね、ちょっと違うかもわからないんですけど、僕自体はやっぱこうレンズのグレードアップとともに、やっぱり、まあ結果としてね、出る写真、に、やっぱこだわるのはよりピントに、まあ、なってきてるなと。はい。レンズグレードアップイコール、まあ、ピントの精度も上げていかないといけないと。
いうのを、まあ、自分なりに、まあ、こだわってやってますという、まあ、話でございました。はい。とは言いつつ、ピントの甘い写真とかも、まあ、出てる時もね、あると思うんで、YouTube とか、Twitter とか、インスタとか、はい。その辺はちょっとね、ご容赦ください。目指していってるっていう、まあ、感じなんで、はい。ですね。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、こんな動画に、はなってるんですけど、今回この辺で終わりたいと思います。はい。それでは、お疲れ様でした。すごい雨やな。